どうも、メダバ YouTube チャンネルです。今回はですね、メダカのパッキング、梱包法をリレー形式でお伝えする企画と題しまして、全国のですね、私のまあつながりのある方にお願いをしたんですけども、メダカ屋さんだったり、メダカ愛好家さんだったり、するんですけども、まあ、梱包の仕方とか、まあ、主にパッキングの仕方ですね、パッキングの仕方の方を、皆さんに撮影していただいてですね、動画を提供していただくという、企画になっております。私の手元にですね、どれぐらいかな、まあ、10人前後のね、愛好家さんとメダカ屋さんと、パッキング動画が届いてるんですけども、まあ、やっぱりね、個人個人というかそれぞれ、パッキングの方法は違うんですけども、これからですね、まあ、メダカの梱包をねする方々が増えるかなというところで、まあ、パッキング、正しいパッキングというよりも、まあ、参考にして、自分流のパッキングですね、パッキングの仕方を作っていくという、まあ、参考動画になればなというふうに思っています。しばらくですね、パッキングリレーの、動画が続きますので、まあちょっと飽きちゃったみたいなね方もいるかもしれないんですけども、まあその中にね、ちょっとこう面白パッキングというか、まあ、届いたね動画の中ですごくね面白い動画とかですねありまして、まあ、そういうのをちょっとかませながらですね、あのリレーつないでいって、終えたいというふうに思っておりますので、まあ、ぜひね、まあ、パッキング梱包、まあ、あと、提供していただいた、メダカ屋さん愛好家さんの、まあ、飼育場もしくは、作出した品種だとかですね、今ブリードに力を入れてる、メダカの品種だとかっていうのを少し紹介してっていうね、ちょっとミニ、なんだろう、飼育場紹介みたいな、飼育場訪問みたいな、少しそういう動画にもしていますので、まあ、よろしかったらですね、その辺もチェックの方よろしくお願いします。ではですね、開会の言葉をですね、私のアシスタントのですね、とある、メダカ女子に頼んでおりますので、ちょっと出てきてもらいましょうかね。はい、どうもアシスタントのメダリンです。よろしくお願いします。好きな品種は紅白系です。それではリレースタートです。皆さん最後まで見てくださいね。皆さんこんにちは、カートです。いつもお世話になってます。今日はひとみださんからお話をいただいて、これからメダカの発送を始められる方とか、バッキングの仕方を、バッキング梱包の仕方っていう、バッキングの仕方を、3本使います。これを1回通して取り曲げて、今度は逆巻きに3回ぐらい巻いてパチンとで完成になります。はい、はい、
はい、メダカ夢はですね、梱包していくんですが、宅急便の場合、こうやって発泡スチロールに、大きさの違いありますので、60サイズの発泡に入れてみました。ぴったりサイズで輸送中も動くことはありません。ぜひ皆さんもやってみてください。これで僕の梱包は終了です。優しく優しく、自分がメダカだ、自分はメダカなんだ、優しくされたい、優しく扱われたい、優しさをかけてほしい、そういう気持ちで入れていきましょう。ありがとうございます。そして開けるときはこれを引っ張ると開きます。うちではたまに大きい袋とかも発送してるんで、一応まあおまけで大きい袋のパッキングしてるのもちょっと取っておきます。じゃん。それではリレースタートです。メダカ YouTube チャンネル、チャンネル登録、グッドボタン、ベル設定よろしくお願いします。